ハイパーカーとは自動車の分類の一種である。メガカーとも呼ばれる。メルセデス、AMG プロジェクト11999年のパガーニゾンナの登場以降に生まれたとされるスポーツカーの一区分。既存のスーパーカーと比べ、さらに高額で高性能なスポーツカーを指す。2000馬力が時速 500km にも到達するものなど、スペックだけなら、 世界選手権レベルのレーシングカーをはるかにしのぐものを有している車種も多々あり、外観もレーシングカーに近い。特にハイブリッドカーや EV の技術が発達した2010年代以降は多数の高級車メーカーが参入しているほか、普段量産車を手掛けていない企業もハイパーカー市場に参入する例も後を絶たない。その高額さからほとんどが 限定生産で生産台数が5台未満のものも珍しくない。トヨタ GT1TS0201990 年代、行動規則に合致したスポーツカーをベースとする LMGT1 機体及び FIAGT1 機体の下に気象生産の高性能行動モデルが多種登場した。これらはハイパーカーという概念より先に登場したため、一般的にはそうは呼ばれていないものの、 億円単位の価格でレーシングカーのホルムと性能を有しており十分ハイパーカー足り得るものだった。しかしコストの高騰ゆえに相次ぐ撤退から1999年をもって両規定は廃止された。世界的なグランドツーリングカーレースのスポンサー活動で知られるブランパンは2015年にブランパンウルトラスポーツクラブを誕生させておりハイパーカーを用いた。 アマチュアレースを開催している。2020年、ルマン24時間レース、FIA 世界耐久選手権では、ハイブリッドのワークスとノンハイブリッドのプライベーターの戦闘力の乖離が著しい l m p 規定に変わり、ハイパーカーをコンセプトとして、コストも低く抑えた新たなルマンハイパーカー規定を採用することになった。一方で、ウェザーテック。 スポーツカー選手権の主催者である国際モータースポーツ協会は2020年に独自のプロトタイプ規定である LMDH を発表したが、イムスサと FIAACO の話し合いにより LMH、LMDH 規定のマシンが相互参戦することが認められている。2021年3月現在、LMH についてはトヨタ、グリケンハウス、バイコレス、プジョー、 フェラーリが参戦する意向を示す一方で、LMDH はポルシェ、アウディ、アキュラが参戦を表明しており、メーカーによって、どちらの規定を選択するか態度が分かれている。2019年6月に、フランス西部自動車クラブが発表した、ハイパーカーのレギュレーションは、以下の通り。その半年後の FIA カウンシルで、LM ハイパーカーと命名されている。2020年9月に、 ACO とイムスサが発表した LMDH のレギュレーションは以下の通り。ここでは存在するハイパーカーの一例を紹介する。マクラーレンセナ大阪府の人材派遣会社であるアスパークがイケアフォーミュラと共同開発するアウル。ありがとうございます。